はいどうも、リンカです。今回は東京コミコン2019について続報があったので話していきます。前回はコスプレのページが更新されたというお話をしましたが、さらなるゲストの発表や、更新事項がありました。まあもう1ヶ月前だからね。昨年もギリギリになって情報がどっさり出てきたので、まあいろいろイベントの詳細が明らかになるのは今からなのかなとも思います。やっぱりこう情報が遅くなるのはね仕方ない部分があるとは思いますけども、僕みたいにやっぱり遠方から行く人にとってはまあホテルとかね飛行機の事情があるので、まあなかなか調整が難しいところでもありますよね。今月26日に発表された第3弾のゲスト、マーク・ラファローが参加するみたいですね。もう最高ですよね。セバスチャン・スタンがキャンセルになって、アメコミファンがたくさん来場する東京コミコンで、さすがに MCU から誰かしら、来そうでしたが、アベンジャーズのハルク以外にも、コラテラルやね、ブラインドネス、シャッターアイランドなどに出演されている、実力派の俳優さんですね。ハルクで、今有名なんですけどもね、その他名作に出演されているので、MCU 以外にもね、ファンを多く持たれている俳優さんです。身長がね、173センチと、画面的にこう、いつも MCU で、クリス・エヴァンスとか、クリス・ヘムズワーズと並んでる絵を見てると、マーク・ラファロー身長低めにね、見えてしまいます。僕より高いやん。僕ね、もう身長167しかない。もう去年フェルプス兄弟と写真撮った時、自分小人かと思いました。僕はもちろん、チケット取ろうと思ってて、実際に東京コミコンで会えるのが、もう今からめちゃくちゃ楽しみです。まずね、チケット取れるかどうかがね、心配なんですけど、チケット発売日は10月30日水曜日の正午きっかり。今回はね、珍しく平日なんですよね。なかなかね、社会人には厳しい時間帯なんですけどもね、僕もその時間帯、昼休みを取れるように、調整したいと思います。そしてチケットの価格、これ本当意外だったんですけども、撮影会が2万2000円で、サイン会が2万1000円となっています。これね、ルパート・グリントと同じなんですよね。もうこれね、高いと見るか安いと見るかは個人の判断だと思われますが、僕はね、意外とこれ安めの価格設定ではないかなと思いました。去年のね、トム・ヒドルストンぐらいはね、しそうな気がしたんですけども、この値段で撮影できるならこれ全然、安いと思いませんかね。それと同時に発表されたのがイアン・サマーホルダー、ヴァンパイア・ダイアリー等の海外ドラマで有名らしいんですけどもね、僕は見たことがなくて詳しくありません。これを機にぜひ彼のね出てるドラマを見て、それからチケットを買うかどうかは後で決めようかなと思います。いかんせんまだ追加ゲストがいるということなので、チケットに使える資金を残しておきたいところなんですよね。あとね、一人か二人はありえそうなんですよ。最後まで油断できないのが東京コミコンですね。それと、公式サイトが本格的に更新されました。今回は展示に着目したいなと思います。映画スピードより GM 車製バス、映画ジュラシックパークよりプリトウッド RV ビークルが新たに発表されました。展示もコミコンのね、楽しむ要素の一つで、どちらも印象に残っている乗り物なんですけどもね、僕は特にジュラシックパークのビークルをね、生で見てみたいなと思っています。あとは昨年もあった映画ターミネーター2のハーレー・ダビッドソンファットボーイや、映画ターミネーターより T800 のエンドスケルトン、映画スーパーマン3よりボディースーツ、映画ダークナイトライジングより、これはクリスチャンベールのバットマンスーツなど、展示される予定となっているみたいですね。どれもね、見たことがある映画なので、実際に使われた衣装を目の前で見れるというのはね、ほんと嬉しいことだと思います。今年の展示はしっかりとカメラに収めてこようと思います。ということで、今回の更新は大物ゲストの発表がありました。ますます東京コミコン楽しみになってきました。まだまだ追加ゲストやステージやアーティストアレイなど、発表がね待ち遠しいところでもありますね。今年は僕今月発売された GoPro の、MAX といって、360度動画を撮れるカメラをね、購入したので、それで、会場の雰囲気を体感できる VR 動画というのも新たに投稿する予定です。これはぜひとも楽しみにしていてください。ではまた続報があり次第動画で話そうと思います。じゃあまたね。チャンネル登録はこちらからお願いします。